武田信玄を支えた重臣中の重臣、板垣信方、破滅を招いたわずかなおごり。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は板垣信方について紹介していこうと思います。武田信玄の家臣が皆名将ぞろいなことはよく知られていると思います。板垣信方は家老の中でも筆頭として信玄の青年期を支えた武将です。戦場に出れば容赦のない猛攻を仕掛ける彼ですが、他国との交渉にも力を発揮しました。ただその最後はあまりにあっけないものだったといいます。彼はどんな人生を歩んだのか、じっくりとご紹介していきましょう。武田信虎に仕え勇猛さを示す。板垣氏は甲斐武田氏の祖、武田信義の三男兼信から始まった一族です。信方の先祖にも勇猛な武将が多かったと伝わっています。延徳元年1489年、もしくは明応元年1492年、信方は板垣信康の息子として誕生しました。前半生の詳細は不明ですが、武田信虎に仕えるようになります。大永元年1521年、武田氏は大ピンチに追い込まれます。駿河の今川氏親の命を受けた伏間正成が15,000もの兵を率いて甲斐に侵攻してきたのです。軍勢はあっという間に武田の拠点執事ヶ崎館に迫り、信虎は身ごもっていた性質を妖怪山に逃がし、今川軍を迎え撃つことになりました。両軍の激突は飯田河原の戦いと呼ばれました。ここには信方や甘利虎安、原虎胤も出陣し、2000の兵で敵を退けることに成功したのです。そしてこの戦いの間に主君信虎に嫡男が誕生しました。成長して武田晴信、後に武田信玄となる赤ん坊です。武田晴信の父役となり固い絆を結ぶ。飯田河原の戦いの間に跡継ぎとなる晴信が誕生したことで、武田の兵たちの士気はぐんと上がりました。その勢いを買った彼らは上条河原の戦いに臨みます。信方の率いる一帯は500の敵を討ち取り、功績第一と信虎に称賛され、信方は嫡子晴信の父役に任命されたのでした。晴信は信方を第二の父親のように慕ったそうです。二人の間には主従を超えた絆が結ばれたかもしれません。後に成長した晴信が私分にうつつを抜かした際には、信方はこれでは父以上の悪大将ですと臆さず歓言したとか。また信方は信虎の甲斐統一にも貢献し、隣国の今川氏との和睦の交渉役となりました。大永7年1527年にこの和睦が見事成立となると、その大きな功績から彼は信虎から駿河守に任ぜられたのです。主君信虎との亀裂、信虎から信頼を得ていた信方ですが、晴信の性質として扇ヶ谷上杉氏から娘を迎えようとした信虎に対し、彼は猛反対します。それは両者の間に入った最初の日々でした。しかも悪いことに、天文4年1535年、今川氏輝が和睦を破り、北条氏綱を結んで攻め込んできたのです。この時は何とか撃退しましたが、信虎の弟勝沼信友などが討ち死にし、武田軍は大きな被害を受けてしまいます。信虎の怒りは今川との交渉役だった信方に向けられました。そして信虎は信方だけで今川攻めをし、弔い合戦をしろと命じたのです。
つまりは死んでこいという意味も込められていたかと思いますが、信方は覚悟を決めて今川領へ攻め込み駿府に迫りました。しかし反撃に遭い、山中に逃げ込んで冬を越したのだそうです。このままでは甲斐に帰ることもできない信方でしたが、彼にとってはタイミングよく今川氏輝が亡くなりました。そして信虎の怒りも解け、信方は帰還を許されたのです。とはいえ、彼の心中にはどんな思いが去来したでしょうか。晴信と共に信虎追放劇を画策する。信虎は嫡男晴信とは不仲でした。暴虐ぶりが目立つようになったとも言われていますし、他国への侵攻によって人々を疲弊させていたそうです。信方は晴信の不役でしたから、当然晴信の資質が優れたものであることは知っていましたし、甘利虎安も同じ思いを抱いていたのです。そして天文10年1541年、彼らは信虎が娘婿の今川義元を訪問していた隙に国境を封鎖し、信虎を甲斐から締め出すというクーデターを決行したのでした。領職と呼ばれる武田氏の最高職についていたという信方と甘利虎安が晴信に味方したのですから、この追放劇に反対の声が上がることもありませんでした。こうして晴信が実権を握ることとなったのです。諏訪郡代となる。晴信は諏訪侵攻を開始し、高藤頼次と結んで諏訪頼重を下しました。しかし頼次がその後諏訪全域の支配を目論み、藤沢頼親と連携して反旗を翻したため、ここで信方が武田軍の先陣として派遣され、頼次を打ち破りました。このような功績があったため、天文12年1543年、信方は諏訪郡代となり、上原城、長野県茅野市に入りました。上原城は武田の信濃攻略における重要拠点でしたから、そこに置かれるのは重鎮たる信方こそふさわしかったのです。その後信方は武田に下っていたものの、再び背いた藤沢頼親、彼と結びついた信濃守護小笠原長時の勢力と対峙し、敵方の城を攻め落とすなどして功績を重ねました。苛烈なる志賀城攻防戦。天文16年1547年、佐久郡に侵攻した武田軍は志賀城主長野県佐久市笠原清重を攻めました。清重は籠城し、関東管領上杉憲政に援軍を頼みますが、武田方は信方と甘利という重鎮二人が擁する別動隊を組織し、援軍を迎撃したのです。優勝として名高い二人の前に、上杉からの援軍は散々に蹴散らされました。信方らは敵将14から15人と3000人の兵を討ち取ったのです。しかしこの後の武田の処置は苛烈を極めました。討ち取った兵たちの首をずらりと城の前に並べ、もう援軍など来ないと見せつけて城内の士気を低下させようとしたのです。しかも落城後には城内の人々を奴隷として売り払ってしまいました。戦国の世では珍しくないことですが、やはりひどいなと思ってしまいますね。村上義清との戦いに臨む。佐久軍を平らげた武田晴信は、今度は隣接する小さ型軍への侵攻を画策しました。しかしその前に立ちはかったのは北信濃の雄村上義清です。村上氏の全盛期を築いた人物でしたから、一筋縄で行くわけもないことはおそらく晴信は百も承知だったことでしょう。武田軍と村上軍が激突した戦いは上田原の戦いと呼ばれます。この戦いで信方は先陣を任され、いつもの勢いでどんどん敵を撃破し、敵陣深くへと攻め込みました。しかしここで信方は何を思ったか、敵の前で首実験を始めたのです。気の緩みか
おごりなのか。実はこうした信方のおごりに対し、主君晴信はそれとなくいさめていたことがあったのでした。主からいさめられていたにもかかわらず、おごりが破滅を招く。実は老境に差し掛かった信方にはたびたび増長するような言動や行動が増えていったとも言われています。晴信の許しなしで首実験をしたり恩賞を与えたりすることがあったようです。それを耳にした晴信はこんな和歌を信方に送りました。誰も見よ、見つればやがて各月のいざよう空や人の世の中。月は満ちればやがて駆けゆくものだ。いざよいの月も人の世も同じことなのだぞ。月を信方になぞらえ、その勢いが永遠でないことを説き、老臣をそれとなくいさめていたのです。この晴信の言葉は信方に届いていたのでしょうか。首実験を始めた信方隊に対し、突如として村上軍の猛反撃が始まりました。信方の軍勢は突き崩されて大混乱に陥り、信方は慌てて馬に乗ろうと立ち上がります。しかしその時、彼の体を敵兵の槍が貫いたのです。猛将板垣信方のあまりにあっけない最後でした。村上軍は晴信の本陣にまで襲いかかり、あまり虎安までもが晴信を守って討ち死にを遂げました。後に誰もが恐れる武将となった晴信ですが、この戦いが彼にとっての最初の大敗となったのです。しかも信方と虎安という重鎮2人を一度に失うという大きな痛手でした。ただこの後、晴信は戦国最強とされる武田軍団と共に乱世の世へと打って出て、その名を天下に轟かせることとなるのです。まとめ1、武田信虎に仕え武将として頭角を現した。2、信虎の嫡男晴信の不役となり親密な主従関係を築いた。3、主君信虎の怒りを買って無理な今川攻めを命じられた。4、晴信や甘利虎安と共に信虎を追放した。5、諏訪攻略に功績があり諏訪軍大となった。6. 滋賀城攻防戦では甘利虎安と共に援軍を撃破した。 7. 村上義清との戦いで先陣を務めた。 8. 敵の目の前で首実験を始め反撃されて討ち死にを遂げた。武田の重鎮として比類なき功績を挙げたがゆえに多少のおごりが出てしまったのでしょうか。しかし彼の勇猛さが武田晴信の青年期を最も支えたことに間違いはありません。残念なのは彼の優秀さが息子には受け継がれなかったことです。息子信則は武行跡によって追放され、後に殺害されてしまったそうですよ。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。